立川市市民会館立川市市民会館は東京都立川市にある文化施設立川市内に本店を置く多摩信用金庫がネーミングライツを取得愛称は多摩魂リスルホールとなった法人者計画研究所グループが指定管理されている1974年に開館2014年1月にリニューアル市の所管部署は 立川市産業文化部地域文化課、主な関連団体は、立川市地域文化振興財団。2014年1月時点での入居団体は、立川市文化協会、立川市勤労者福祉サービスセンター、立川多文化共生センター、立川市レクリエーション協会、立川交通事故相談所、立川市教育委員会の立川市施設予約システムを通じて、 施設の予約が可能。魂、ディスルホールは市民に音楽、演劇等文化創造の場所を提供するとともに、優れた芸術文化を鑑賞する機会を設けることにより、文化の振興と福祉の増進に資することを目的に建設された。文化事業推進の拠点として、また文化の伝道として市民に愛されることを目指している。 大ホールピアノリサイタルなどのクラシックコンサート、古典芸能、ミュージカルなどのスペース。演劇会、発表会、吹奏楽やオーケストラの練習の場として利用可能。グランドピアノに関しては、スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ヤマハの3種類から選べ、都内でも数少ないホール。1201席小ホールコンサート、ピアノ発表会、小演劇、 講演会などの催し物に適したスペース。音楽教室の発表会などの利用にも可能。展示室会が等の展覧会、商品展示会、演劇の練習場としても利用可能。サブホール会議や催し物後の打ち上げなどのパーティーに最適。オーディオセットやマイクを完備し、簡易防音になっている。また会議室としてのご利用も可能。会社説明会、 研修など様々な形で利用可能。ギャラリー絵画等の展覧会のほか、簡易な催し物会場としても使用可能。ミニキッチンを装備。会議室定員が18名から90名までの部屋が7部屋ある。打ち合わせ、サークル活動、研修など様々な活動に利用可能。有料駐車場もある。ありがとうございます。